アヌークエイメはフランス出身の女優。70年以上のキャリアを誇る欧州を代表する女優の一人。欧米各国で各賞を獲得するなど、国際的にも高く支持され、映画史上最もセクシーな女優の一人とも評された。晩年期に入った近年も各地で名誉賞を受賞している。1932年4月27日、パリで生まれた。両親は共に、 ユダヤ系の舞台俳優。パリ9区のミルトン通り小学校に通っていたが、ユダヤ人迫害が激しくなってきたので、両親により送られたキテーヌ地方のコニャック近郊、バルサンイコールティレールで育った。ナチスドイツによるフランス占領期には黄色の星を胸に身につけるのを避けるため、母親の姓、デュランを名乗った。モルジヌの寄宿学校に入り、この頃ロジェワリムとも知り合った。 1947年14歳の時にパリでその美貌からスカウトされアンリカ・カリフ監督の密会に出演し女優としてデビューしたその際この作品の役名やヌークを彼女が芸名に用いた続いてオクライリ氏未発表作品となったデビュー2作目ラフルール・デール・アーゲにおいて1作目から脚本で関わっていた詩人ジャック・プレベールが芸名に ええめを付け加えることを提案した。高校家庭にあたる、リセ家庭はイギリスで学び、さらに演劇学校に通った。1958年の、モンパルナスの明かりでは、アメデオ・モディリアーニの妻、ジャン・ヌエビュテルヌを演じ、その美貌で世界的な人気を博した。その後、フェデリコ・フェリーニ監督の、甘い生活や、81、2や、ジャック・ズミ監督の、ローラなどに出演した。 1966年、クロードル・ルーシュ監督の男と女でヒロインを演じ、ゴールデングローブ賞、主演女優賞と英国アカデミー賞、外国女優賞を受賞し、アカデミー主演女優賞にもノミネートされた。1980年には、サルトネル・ビ・ウォートでカンヌ国際映画祭、女優賞を受賞した。晩年期に入ると、2002年、セザール賞、名誉賞、 2003年ベルリン国際映画祭、金マ名誉賞などの革命誉賞を受賞している。1949年にエドワール・ツイン・マーマンと結婚したが、翌1950年に離婚。1951年にギリシャの映画監督、ニコ・パパタキスと結婚して一子授かったが、1955年に離婚。その後、男と女で共演した。 フランスの音楽家、俳優のピエール・バルーと1966年に結婚したが、3年後の1969年に離婚。翌1970年にイギリスの俳優アルバート・フィニーと結婚したが、1978年に離婚した。ありがとうございます。